ジョンソン。対するタイガースの先発はエースの藤浪。この両投手の先発が発表されています。さあ、バッさあ、注目の立ち上がり、トップバッターは糸原。投げました、打った、流し打ち、ヒット、打球が転がっている、ボールは中継へ、糸原ツーベースヒットを放ちました。カープ先制のピンチを迎えます。バッターは2番北条、いきなり打ちました、ショート右横のフライになりました。セカンドキャンパス後方、ボールを掴みました。第3球を投げました、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、打ちました、初球打ち、これはショート正面、アウト、スリーアウト、チェンジ。カープこの回2回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは西川、投げた、決まったストライク、いきなり152キロ、投げた、打った、ヒット、ボールが転がる、西川ナイスバッティングです。カープ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で西川、インコース見送ってストライク、まずは見送りました。ここは送りバント、三塁線転がした、一塁へ送る、あーっと送球それた、記録はサードで、西川、危ない球、第2球、あーっと小フライになった、ワンボール、第3球を投げた、完全に外れた、ボール、完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク、ここは振ってきました、ピッチャーの左へ転がした、2塁フォースアウト、送りバントは失敗に終わりました。カープリードで迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で西川、シュートはストライク、第2球投げた、インハイ、ボール、カウントは1ボール1ストライクです。投げました、ストレートはボール、外角低め、カウントは2ボール1ストライク、打ちました、いい当たり、センター掴みました、これでワンアウト。8回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは西川、今日はここまで3